ヘルムの著書、ブッフ・フォンデン・プロバイアートン・クンストンより、大砲に装填する人フランツ・ヘルムは、16世紀前半に活動した、大砲製作の技術者、職工、法術研究者である。彼自身のことによれば、おそらく1500年頃、現在のドイツ西部にあるケルンに生まれた。神聖ローマ帝国皇帝カール5世の軍と共に、オスマン帝国と戦った。 バイエルン公国のランツフートへと移った後、バイエルン公のビルヘルム4世、ルートビヒ10世、アルブレヒト5世に仕えた。ヘルムの著書のうち、2つが現代に残されている。1520年代にも、理想的な兵器交渉について包括的な説明を、記しているが、単独の書籍としては残されておらず、後年の書である。 ブッフフォンデンプロバイアートン・クンストンのいくつかのテキストに編入された形で見ることができる。これは彼の晩年のパトロンとなったバイエルン公、アルブレヒト・モセイに主考の形で贈呈された。この本がバイエルンの軍隊に実際的な影響を与えたかどうかは定かでないが後にミュンヘンのマルシュタル広場に作られた王立兵器交渉はヘルムの推奨する形に沿っている。 本は近代的な要素を含みつつも、その当時までには全く伝統的となっていた方式にも従っている。多くの過去の本における説明を一時一句複製し、例えば1420年に書かれた開評価を得ていた、フーアーワークバッジなどと同じ様式を持って構成されている。ヘルムは自身の本を編纂する中で、古い技術書からの引用を行ったことをいくつかの箇所に記している。 彼は過去の素材を使用することに敬意を払っていたが、時代遅れな手法に対しては避けることなく非難した。例えば、いくつかの旧式な大砲の部品について彼は、新規な骨董品のように記述し、フーアーワークバッチに書かれた法術の一つについて、奇妙だと述べた。そして新しい手法や機材を使った最新の情報を与えたのである。彼は、 新しい法術について様々な箇所で斬新な、より優れたと明示している。彼の本は、写本の形で広く流通していたが、1625年になって、アーミモンテリアムプロポルオーダークリグスミューニション運とアーティルーリーブフと題され初めて印刷された。ヘルムのコンセプトを描いた2点のイラストヘルムが記した手法の中に、その挿絵で注目を集めたものがある。 ロケット猫とも呼ばれる。この絵は猫と思われる動物が背中に乗せたロケットでしろ、あるいは要塞化された都市に向かって推進しているように見える。挿絵には同じくロケット推進のような鳩も描かれている。挿絵はヘルムの本の異なる写本に様々な形で見られ、1625年の印刷版も同様である。この挿絵が添えられた章は、 他に手段がない場合に城や都市に火をつける方法と題され着火具をくくりつけた動物を使って要塞化した拠点に火災を起こす手法に関して以下のように述べている。火屋のような小さな袋を作れ町や城を狙う時にはその場所から猫を捕まえてくる。そして袋を猫の背中にくくりつけて着火しよく燃え上がらせた後に猫を放つ。すると 猫は最も近い城や町に駆け込み、恐ろしさのあまり最後には、納屋の干し草や麦わらの中に隠れようとして、これに火をつけることだろう。ヘルムの思考のコピーを所有するペンシルベニア大学のミッチ・フロスは、ヘルムがこの放火戦術を実際に使用したという確たる証拠はないとし、突拍子もない作戦で、実にひどいアイデアだと感じる。 動物たちが元の場所へ戻っていくとは考えにくく、むしろ自軍のキャンプに放火する可能性が高いだろうと述べている。動物を用いた放火を計画あるいは実行したのはヘルムが最初ではない。聖書に登場する英雄サムソンは300頭のキツネの尻尾に松明を取り付け、強行の状態で走り回るままにしてペリシテ人の土地を焼いた。 初期のサンスクリットの文献には、ロシア人やスカンディナビア人の先祖たちが着火具を装着した猫や鳥についての言及があり、一方、北層の標報書、虎行及びその引用を含む、武教僧用には、敵の国層に火災を起こすことを期待して着火物を動物に取り付ける荷重についての一連の記述と図版が見られる。ロシアの原初年代記には、 10世紀のキエフ大公国大公妃、オリガが、夫のイーゴリ一世を殺害した、ドレブラーネ族に対して燃え上がる鳥を使って、報復したことが記される。オルガは、家々からそれぞれサンバの鳩とサンバのを求めた。オルガは集まった鳩や縁を兵士らに渡すと、小さな布切れを結んだ洋のかけらを糸で鳥たちに、繋ぐよう命じた。夕暮れとなり、オルガは鳥を放てと命じる。 そこで鳥たちは彼らの巣、鳩は小屋へ、ツバメはの木下へと飛んでいった。こうして鳩小屋や鳥小屋、ポーチや乾燥の山に火がつけられた。家々のすべてに火の手が一斉に上がったため、焼き尽くす炎を免れた家はなく、火を消す手立てもなかった。火薬兵器の製造と運用に関する指導書元記事では、狐と書かれるがジャッカルとされる場合もある。ありがとうございます。